玉突き事故があった後ろから2台目の車、ボンネットは完全に開いてしまっていて、後ろ側、大きくへこんでいます。午後4時過ぎ、札幌市中央区南四条東2丁目の国道36号で、乗用車が前を走っていた乗用車に追突しました。さらにその前にいたバイクと別の乗用車も巻き込まれ、合わせて4台が絡む玉突き事故となりました。警察によりますと、この事故でけが人が数人出ているということです。